時刻は10時30分を回りました。皆さんこんにちは。池田あゆみのリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたします。パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチ、リファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生により人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスンラジオでも配信しております。 FM ギノワンを検索して、ぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからもコメントお待ちしております。はい、さてさて、もうね、6月終わりということで、もう全国ほとんどね、梅雨に入ってきたかなーっていう感じもしますね。沖縄はもうね、逆に梅雨が明けちゃうんじゃないかっていうぐらい暑いっていうふうに伺ってます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もう6月終わり、1年半分終わっちゃいますね。さあ、皆さんは今年最初に掲げた目標、どれぐらい進捗進んでますかね。半分ぐらい達成しましたか。私はね、ちょっとまだまだ、目標達成にはちょっといかないかなって感じなんですけども、それでも、ちょっと、自分のね、掲げた目標が達成してきてるし、前に進んでるなーっていうふうに思っております。まずね、私がこの半年の間で叶えられたことっていうのは、今年の目標の一つに、前もお話ししたことあるんですけど、今年は英語スキルをもっと上げるっていうことで、外国人の方が多くいらっしゃるような SNS に参加したりですとか、英語をちゃんともう一回ね、基礎から学ぼうと思って、できるだけ時間をとって、私飛行機とか新幹線とか移動が多いので、そういう時はちょっとこう参考書というか単語帳とか見ながら過ごすように今意識をしていて、だいぶボキャブラリーがちょっと増えてきたかなっていうのもありますね。あとは、ネイティブの方とお話しする機会をなるべく多く持とうと思っていて、ブロークンイングリッシュとかね、ちょっと悪い言葉も教えてもらったりとかしながら、楽しみながら勉強してるっていうのが一つですね。そしてもう一つは、もう働くばっかりじゃなくて、もうどうしても私ね、エンジンかかると働きっぱなしになっちゃうんですけど、友達との時間を過ごすっていうのも一つ目標に入れてました。なので、だいぶね、コロナも状況が落ち着いてきたので、お友達とランチをしたりですとか、グループでちょっと集まったりっていうことも最近、し始めています。なので、やっぱりね、気心知れたお友達とお話しするとすごいリフレッシュもできるし、それだけでエネルギーもらえた気もしますからね。皆さんもそんなお時間をこれから少しずつまた増やしていかれるといいんじゃないかなというふうに思います。そして、まだまだね、これからチャレンジしようと思ってることがあって、実は来月、2回目になるんですけど、富士山登頂を頑張ろうと思ってね、アタックしようと思っています。実は、3年前に、50歳記念、もう年言っちゃった50歳記念の富士山登頂っていうのを目標に掲げていて、その時はもう前日ぎっくり腰だったんですけどね、もう本当に痛くて痛くて、なんで今日こんな目にってこんなことになっちゃったのって思うぐらいひどいぎっくり腰だったんですけど、すぐかかりつけの整骨院の先生のところに行って、針打ってもらって治療してもらって、翌朝も一番で治療してもらって、まあ、それで富士山に登ってきたっていうね、経験があります。もうとても一人じゃ登れないところだったんですけども、本当素人ですしね、知り合いがガイドをしてくださって、でまた同じビジネス交流グループの仲間と、また50歳仲間と一緒に登ることができました。もう本当にね、私一人だったらとてもじゃないけど、頂上行けなかったんですよね。もう酸素が薄い空間っていうのを、あれはね、登った人じゃないと、わかんないなーっていう経験でしたね。
苦しいんですよね、酸素が薄くって。で、そんな中で私の荷物を持ってくれた仲間ですとかね、なんとかなんとか一緒に行って、もうすごい時間かかっちゃいましたけど、頂上まで行きました。そして、一番上の、お鉢巡りっていうところまでして、一番上の観測所で食べたカップラーメンはもうほんとね、人生で一番美味しいカップラーメンでした。あの味は忘れられないなぁと思ってます。こうね、五臓六腑にあのカップラーメンのスープが染み渡る感じ。あれはね、ほんとね、うわぁ、生きてるって感じでしたね。まあそんな経験も仲間の力のおかげでできました。これもやっぱりリファーラルマーケティングっていうのを学んでいたおかげで、これビジネスだけじゃなくって皆さんの人生もより豊かにするようなメソッドということでお伝えしているんですけれども、私自身も本当にですね、まさかね、富士山に登ることになると思ってなかった。まあ自分で行くぞって決めちゃったんですけど、でもそれを私がゴールに、目標に掲げてるっていうのを知った仲間が、いろいろお力をお貸しくださったということで、これは本当にね、一人では成し得ないことをできた幸せな経験でした。そんな経験を今年もチャレンジします。今年は何記念っていうか、まあ、なんかノリと勢いでっていう感じなんですけどね、頑張っていきたいと思っております。はい、さてさて、今週も素敵なゲストの方をお招きしております。早速お呼びいたしましょう。司法書士法人 SBC パートナーズ東京支社長でいらっしゃいます。司法書士の斉藤詩織さんです。斉藤さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はご出演いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、斉藤詩織さん、私との出会いはもうどれぐらいだろう。3年、4年ぐらい前になりますかね。そうですね。4年前ですね、もね。はい、や、西宮でね、う。お会いしたのが初めてでしたね。私の講座を受講いただいて、まあ、その時にももう湯気を出しながら一緒にいろんなことを考えてね、やってきたっそうですていう、ね。すごい、素晴らしい思い出があるんですけれども、そんな、斉藤詩織さんですが、ご自身で自己紹介ぜひよろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました、司法書士法人 SBC パートナーズの東京支社長を務めております、司法書士の斉藤詩織と申します。皆さん、司法書士ってどんなお仕事かイメージできますかね。なかなかこう身近に感じる仕事、職業ではないかもしれないんですけれども、まあ、主には登記っていう手続きの、サポートをしております。まあ、そもそも登記っていうこともなかなか身近な言葉ではないかと思いますが、まあ、よく不動産の名義ってなると一番分かりやすいかなとは思います。まあ、その不動産の名義の書き換え、まあ、その、不動産を買ったり売った時の持ち主の変更だったりとか、相続で不動産引き継いだときとか、そういうときに不動産の名義変更が必要になりますが、そういった手続きのお手伝いをしております。なあと、分かりやすい例としましては、会社を持つとき、会社を作るときとかにも登記が必要になります。なので、会社の設立のお手伝いだったりとか、とその登記された後は、変更があったらその手続きもしないといけないので、その辺全般も受け持っております。るほど。起業された時ですとか、会社で何か、役員の方ですとか、大きな変更があった時ですとか、相続ですとか、そういうもう人生とかね、会社の運営に関わるような大きな時に、特にね、お力をお貸しいただけるというようなことですよね。なかなかね、書類も種類もいっぱいあるし、そうですね、法ね。律もいろいろ複雑だったりするので、なかなかそれは素人では難しいですよね。そうですね。なんかこう、それこそ相続の時とかに試しに自分でやってみたけど、もう死ぬほど難しくて疲れたっていう方がすごい多くて、でもっと早くに出会っておきたかったっていうお声はよく聞きます。なるほど、そうですよね。書類の種類だっていっぱいあるし、独特ななんかね、文書の書き方みたいなのもその辺はもちろんこうね、予算を取ってということにもなるんでしょうけれども、専門家の方にお聞きした方が手続きが楽っていうだけじゃなく、その方にとって有
なようにちゃんとうまく表現していただけたりっていうこともありますよね。そうですね。特に相続とかでしたらきちんといろいろと法律で様式とかが定まっているので、うん、それが守られていなかったら効力がないこともあってしまうんですね。それでこう、そうなんです。それでこう不利益といいますか、はい、思ったようにできなかったっていうこともよくあることなので、やっぱりこう最初から法律家にきちんと相談しておいて、うん、で、まあ、そのご依頼、まあ、手伝ってもらったりとかっていう方が、まあ、トータル的には幸せな方向になるってことの方が断然多いと思います。なるほど。もう私はそういう難しいことはもう全然わかんないんですけど、でもね、おっしゃったようにちゃんと本来こう書いてくださいっていうことがちょっと違ってしまったり、何か重要な一言が抜けてしまったがために、その効力がなくなってしまうっていうことはものすごい、マイナスですよね。でも本当におっしゃる通りです、うん、せっかくこの手続きをしようとか、うん、まあ、こういう気持ちで例えば遺言書いたりとかしたとしても、実はそれが違っていてそれが叶わないってこともなくはないんですよね。おお、なので、といってやっぱこう法律を自分から調べてやるのはすごい大変だと思うんですよ、はい、なかなかこうただでさえとっつきにくい分野だと思うので、はい、一からそこにこれ、これをやろうって調べるだけでも結構精神的にも体力的にもきついところかなとは思います。なのでもうそういったことがあるんだったらもう最初からご相談いただくっていうのが一番いいかなと思っております。なるほどですね。まあ、私は本当にこういうね、しおりさんのような優秀な方、そしてまた素晴らしいね、もうね、今日、YouTube ご覧いただいている方はお分かりだと思うんですけど、もう超美人なね、若い司法書士さんで、女性の若くて、若い司法書士さんとか、司業の方ってね、なんとなくイメージですけど、司業の方って、こう、ちょっとご年配の方で、おじさんみたいな方も多いじゃないですか。そんな中で、やっぱりこう女性だから話しやすいなっていうところもあるし、ね、若くていらっしゃるから、こう、気軽になんか話せるかなっていう感じもするなと思うんですよね。いや、もうそうおっしゃっていただけたらもうすごく嬉しいです。うん、ね、まあ、相続のこととかっていうのは、まあ、事前にね、トラブルを回避することもできたりとか、逆に、まあ、揉めちゃってからっていうこともあるでしょうけれど、そんな時に心の内というか、本当はどうしたいんだっていうご希望を素直にお話しできる先生っていうのがすごく助かりますよね。いや、もう本当にありがとうございます。そうですね、私も、まあ、今あゆみさんにご紹介いただいたように、比較的業界の中では若い方かなとは思います。で、まあ、女性っていうのも基本的に男性社会なので女性の割合も少ないので、そういった意味ではやっぱこう相談しやすいとか話しやすいっていうことで私にご相談いただけるケースはすごく多いので、本当にそれはこの仕事をやってるかなって思うことの一つになってます。うん、はい。世の中の、ね、ご相談者の方で、ね、女性の方はやっぱり女性の方が話しやすいとかっていうのもあるかもしれないし、うん、男性もね、若い女性の先生だったらもうぜひ相談したいななんていうのもあるかもしれませんのでね、しおりさんだったらもう優しくお話も聞いていただけそうだなっていうふうに思うと思うんですけど、うん、ではそんな、ね、司法書士さんなんですけど、まあ相続とかあと不動産の登記だとか会社の変更だとかっていうことだったりもするんですけども、その中でもね、特にしおりさんが、一番得意とする分野ですとか、具体的にどういうお仕事をされていらっしゃいますか？そうですね、私は特に司法書士の中でも相続とか事業承継といった分野に強みを置いております。もともと私の事務所に、まあ、税理士や行政書士とかが載っているので、ワンストップで受けれるっていうことを強みにしているんですけれども、うん、この仕事をしようと思ったきっかけの一つとして、まあ、その家族のつながりっていうことを、家族のつながりの重要性、大切さを小さい時に受けたっていうのが一番の
きっかけになってます。私は豊田県出身で、あの3世帯家族、おじいちゃんおばあちゃんお父さんでお母さん弟2人っていう、まあ、結構今の時代で考えたら大きい、あの大家族の中で育ってきました。はい、で、まあ、幼少期、富山って結構共働きの家族が多いんで、うん、まあ、そのおじいちゃんとかおばあちゃんを育てながら、育ててもらいながら育ったんですけれども、まあ、そういったこともあってこう家族すごい仲良かったんですね。はい、そういった中で生活してきたんですけど、私が中学生の時、中2ですね、中学2年生の時にちょっと両親が離婚してしまいまして、うん、でその前後くらいにちょっと両親が離婚して、でかあの実は家も火事になってしまったんですね。あら、うん、で、まあ、家族も、まあ、家も全部なくなってしまったんですけど、うん、まあ、そのもう一回やり直そうということで新しく家を建てました、はい、でもその建てた半年後に今度はおじいちゃんが亡くなってしまって、でこうこの2年間の間に家族がすごいバラバラになってしまうっていう経験をしてしまったんですね。やっぱりこう私の中で家族ってすごい大事な存在だったし、このつながりと私は、まあ、今の私はなかったと思うので、うん、まあ、それがなくなることがすごいやっぱり、まあ、中学生思春期っていうこともあってとてもショックだったことを覚えています。でも一番ショックだったのは私の父だなって、その時の記憶の中では強くあるんですね。はい、こうお父さんってこう家族を支える存在だと思うんですけれども、はい、やっぱりこう私の中でもお父さんってすごい強い存在だったんです。でもこうお父さんからしたら妻を亡くして家を亡くして父親も亡くしてって、多分私よりももっと結びつけが強い関係性だったと思うんですけど、うん、そこを一気に失ってしまったことになると思うんです。はい、そうなんで私がその時、そうですね、父の祖父の葬式の時に父が喪主として立っていたんですけど、多分初めて父が泣いている姿を見たと思います。うん、もう本当にそれがすごい今でも印象的で、うんうんうん、で、まあ、私もやっぱすごいショックだったんですけど、その中でも私やっぱ中学生って何もできなかったなっていうの後悔もあるんですね。ショック、うん、あの家族を失ったショックもあるんですけど、はい、こう何の力もできなかった、何の役にも立てなかったっていうことが本当にショックだった、後悔してるなって思ってます。うん、はい、なんでその時にこう大好きな大切な家族を守りたい、はい、家族のためにできることをしたい、役に立ちたいっていうのを強く思いました。うんうん、でその時に私は何ができるんだろうって思っていろいろと考えてたんですけど、やっぱりこの、まあ、こういったこう相続だったりとか、まあ、離婚だったりとか、はい、うん、まあ、家事とかもあるんですけど、こういうのっていろんな法律が絡んでるっていうのを、うん、この一連の流れで肌で感じたんですね。はい、でさっきほどもちょっと言ったんですけど、でも法律ってなかなかこう気軽に触れられないというか、うん、簡単に分かるものではないと思うんです。はい、でそしたら私がこの知識をきちんと身につけて、この知識を使って誰かの役に立てるんじゃないのかっていうのを思って、うん、中学3年生の時に法律家になろうと思ってこの業界を目指しました。素晴らしいですね。そうですね、ご自身のそのお辛い経験とそこを乗り越えて、ね、近い方を亡くされるということもよくお分かりで、で特に住む家もなくなってしまうという大変な経験をされていて、その中で、ね、お父様や
お父様のお気持ちですとか、ご兄弟のお気持ち、そんなこともね、考えながら、お姉ちゃんとしても頑張っていらっしゃってたんですよね。うん、そんなしおりさんだからこそ、周りの方たちが、本当に辛い悲しい時に、ね、全力でサポートをしよう、うん、ね、それで法律家を目指そう、そう思って今活躍してくださってるってことですね。わー、なんか、そんなね、お辛い経験をしてきたっていうふうにはもう思えないくらい、普段は明るいしパワフルで素敵なね、しおりさんなんですけれども、ではしおりさんは今度どんな方をご紹介してほしいですか？はい、私はやっぱり家族を大切にする方のサポートをしていきたいと思っていますので、はい、そのご相続、家族のがすごく絡んでくるところだと思います。ご自身の相続、ご自身のご家族の方にどんなことを残したいのかとか、その家族に自分が亡くなった後に迷惑をかけたくないなって思っている方のサポートだったり、もしくはその自分じゃなかったとしても自分のご両親とか自分の家族のサポート、認知症だったりとか、はい、それこそ、就活とかですね、そういったことを考えているような方のサポートをしていきたいと思っております。なので、はい、そうですね、年齢で言いますと、大体50代から70代の方、はい、そういった方で、家族をすごく大切にされているような方のサポートをさせていただければと思っております。はい、ありがとうございます。50代から70代でご家族を大切に思う方、ね、残していく方のこともいらっしゃるでしょうし、これから皆さんが守っていきたい、そんな方たちのために、一つ、ね、書類を作成するでおいたおかげで守られたということもたくさんありますからね、うん、そういった時に専門家のお知恵をお借りして、ご協力をお借りしてっていう時の助っ人がこの司法書士さんということですもんね。はい、ぜひそんなお悩みをお持ちの方などは、斉藤しおりさん、司法書士法人 SBC パートナーズさんの方にご連絡か、または、FM ギノワン、そしてアセンティブジャパンの方までぜひお問い合わせください。そんな本当に素敵なね、もう画面をご覧いただいている方はお分かりだと思うんですけど、本当にね、美人な司法書士の先生ですから、ぜひね、お問い合わせいただけたらというふうに思います。本日はご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。SBC パートナーズの斉藤しおりさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、ここからね、番組のお知らせでございます。私のリファーラルマーケティングのセミナーがございます。オンラインのセミナーが7月20日。こちらはオンライン、リファーラルサクセスオンラインセミナーの説明会ということで、リファーラルマーケティングが学べる、この入り口ですね。2時間半でギュッと凝縮して皆さんにお伝えさせていただいております。また、もう大好評のですね、ワンデー沖縄セミナー。これも次回が決まりました。次は8月5日。これは午前中にリファーラルサクセス101というね、一丁目一番地、基本の木を、ね、リファーラルマーケティングについて学ぶ、座学の3時間。でもこれもですね、相当濃い内容でお伝えしてますから、ここで学んだことで即実践して成果につなげられたなんていう方もたくさんいらっしゃいます。そして午後からは、ルームフルオブリファーラルズ、ディスク理論という行動心理学をもとにした行動スタイルを学ぶ、セミナーです。これも、4時間なんですけども、もう終わった時には、4時間も経ったのってあっという間だったっていうぐらい、もうギラギラ笑って、もう腹筋が痛くなって椅子から転げ落ちる方なんかもね、たくさんいらっしゃるような体感型のワークショップです。そして10月7日から10日、これはアセンティブジャパンの本講座、イグナイト・ユア・ビジネス4日間コースになりますが、こちらもですね、全国の方たちが沖縄に受講に行きますので、ぜひこちらも皆さんチェックしてみてください。お申し込み、詳細につきましては、アセンティブジャパンホームページをご覧ください。
さあ、さてさて、今週もね、お聞きいただきましてありがとうございました。もうそろそろ梅雨明けです。カラッとしてきますが、まだね、明けてない地域の方、ちょうど今季節の変わり目ですから、食べ物とか気をつけないとお腹壊しちゃったとかってこともありますから、ぜひ皆さん お体にはお気をつけください。お仕事中の方、またお車運転中の方もいらっしゃると思います。今日は月曜日、2週間の始まりです。素敵な1週間お過ごしください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は池田あゆみでした。素敵な1週間と今日をお過ごしください。ありがとうございました。いってらっしゃーい。